さあ、ゆりこたいがです。皆さん、こんにちは。今日は、まとめて、今年はどうでしたかの動画をしたいと思います。では、簡単で1個の言葉で言いたいと思います。最悪でした。もう全国。うわー、もう最低だった。もう今年はどうしたの、世界中は。うわー、ちょっと待って。一瞬に自分の人生変わるってわかる？いや、今年だったんですよ。で、みんなそうだったんじゃね？あ、ちょっと待って、髪が。今年はね、すっごいいろいろあったんですよ。まあ、仕事的にはちょっと一番数ちょっとイベントかな、完全にコミケ、ワンフェス、東京ゲームショー、全部私は毎年必ず参加したとか、ゲストとして出番させていただいたのイベントは全部中止になってたんですね。で、それは大ショックだったんですよ。リベンジ行きたいな。だから、まあ、仕事的にっていうとすごい最低だなってあったし、なんか本当最低しか言えないなんですけど、本当いいことを見つけたいと思います。まあ1月から始まるというか、今年はね、今年は初めてこの8年いや7年間ぐらい日本に住んでるの間に、私はいつも家族よりは仕事を選んでしまったんですね。だから家族と何回も喧嘩したり、すごい日本人っぽくなったねお前とかすごい言われたことあるんですよ。そう、アモーリくん、アモーリくん可愛いでしょ、見てその顔が。そう、今スタジオで撮ってるから、ちょっとね、アモリコはね今家に休んでるなんですけど、あ、今まですごい猫が、まあ、もちろん一番好きな動物は猫だから、いつか猫飼いたいなって思ってたんですけど、この7年間でなんで飼ってないのってな感じで、まあやっぱり寂しいとか、よく外国に行ったり、あちこちの日本に回ったり、まああと大変じゃないかなって、まだいいかなってあったんですけど、急に猫が欲しい、いやこの猫が欲しいじゃなくて、もう猫を飼うわになってたんですよね。で、なんで飼いたいのはなんとなくってな感じだったんですね。ずっと一緒に猫がいたからこそ私はまだ元気だと思うんですよ。なんか本当命が助かったと思う。本当命が助かった。で、まあその1月が終わって2月に入ると、まあ今まではすごいいいことがあったのは、マディちゃん、前は一緒に靴のペインティングしたり、すっごく昔からの10年前ほどの友達が初めて日本に会いに来てくれた。私は9月ロンドンに行ってたから、次は彼女はここに会いに来てもらって、でいっぱいいい経験したり、原宿で遊んだり、もうほんと10年前日本が流行ってたイタリアの時期と同じ感じ、もう夢叶えたってな感じの、いろんな旅ができましたから、すっごく嬉しかった。で、ここ2月の終わり覚えてる？ちょうど2月の終わりはね、イタリアに、この熱はおかしい、あれどうしたんだ、え、今お父さんになんか2週間のなんか熱が下がらないとか、やっぱりいろんな心配、なんか急にがみんな病気になったりで、なんだよなんだよってまだ分からなくて、ちょっと3月に入ってた時に、あ、コロナだってみんな分かってきたんですよね。で、ちょうどマッディちゃんもギリギリに帰れたんですけど、私はどうしようかなってな感じはすごい心配になったんですけど、まだ日本はね、他の国と比べるとすごい平和だった。なんか外に出たり遊んだり、普通なんかマスクもちょっと装着してくださいとかのお願いされたんですけど、それ以外はまだ何も起こってなかったんですね。やっぱり多分オリンピックもやる予定だったから、まあきっとそうならないんだなって思ったら、結局その4月ぐらいにもう急にバーン、コロナ、もうエマージェンシー、レッツゴー、ゲットハーブン、ゲットイナウズ、なんとか英語でなんか
か急にがすごいパニックに入ってて、私もちょうどね3月と8の3月からの9の3月から、まあ、5月の間は一番芸能界の中で一番の忙しい時期ですね。テレビ番組始まったりとか、レポートとかはね、春になるからね、なんか日本人もすごいキラキラしてるんですよ、この時期で。で、キュニが、私の仕事はキュニがキャンセル。もう、キュニ、キャンセル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 が、もう、すっごい、なんか自分がすごい調子悪くなってきたんですよ。で、まあ、もう家から出ないでくださいになってて、でまあどうしたらいいのかはもう YouTube に夢中にしたんですね。完全に YouTube で頑張ろう、なんとなく前から始まってよかったなと思って、去年から始まったのは、まあ、まだまだなんですけど、やっぱりなんとなくで日本語でも YouTube 始まりたいなって思ったら成功だった。俺は天才だ、イエー。でここにね、やっぱり多分みんなもそうだったなんですけど、3月、4月、5月、6月、特にこの間は仕事があんまりなくて、すごい寂しくなったり、ちょっと鬱の近くになったり、まあやっぱり悲しくなったりとかなってたんじゃないですか。で、だんだんに熱くなってて苦しくなって、で、一番天気がいいんじゃないですか時期に。でも外に出れない。で外に出てもすごい不安。もうスーパーに行ってもすごい不安。一人ずっと一人にいるのはやっぱりちょっと大変だったんですよ。ホームシックになったり、誰がいたいと、まあ彼氏もいないし、なんかすごい一人ぼっちだな。だから森くんが珍しかった。もうすごい、もう毎日20回ぐらいキスするんですよ、猫が。もうかわいそうかわいそう。まあそこに置っといて、6月と7月の方は急にが大きいな仕事がいただきましたんですね。それは Tinder の CM でした。そう、渋谷とか原宿のバーバーバーのっていう Tinder の CM は、私の顔と隣にすごい方、キコ水原さんがいて、うわーすごいチャンス、どうやってこのチャンスが捕まえたのって、でやっぱりすごい嬉しかったんですね。わあ。でその後はゴースインデシェール国大機動隊ガースインデシェールの草薙素子を役をさせていただきましたので、ずっと私の小さいの時からそのコスプレやりたかったので、まさか数の夢のコラボができてすっごい嬉しかったんですね。でそれなのにやっぱりその8月と9月のところは逆に PR の仕事はすごく増えてて、まあ、テレビよりは YouTube の方の PR とか、まあ、あと直行だけテレビ番組、広島テレビ番組のジャパンインモーションとか温泉まぐりができてすっごい楽しかった。いや温泉楽しいな、温泉大好き。もう私の温泉もやっぱりその特にこういう時期の方は一人になるじゃん。温泉素晴らしい、日本の温泉文化すごい大好きだから、なんかこのいっぱい旅ができたということはすごいありがたきのことなんです。しかしなんかやっぱり体調が苦したっていうか、体調が悪くなっちゃったんですね。多分そのコロナ、すごいそのロックダウンではないけど、まあ、日本みたいなロックダウンの間にやっぱりずっと家にいたんじゃないですか。ジムにも行けないじゃん。やっぱりその時は自分がちょっとでもパッて太って、でもう体力がないってな感じになってて、でキュニがすっごい仕事に生かされたから、そのキュニがパンパンなんかもうゼロから90になってたんですよね、いろんな仕事は。だから多分その愛だと、あとやっぱり、まあ、実家に帰ってないということはやっぱり特にお母さんの方に苦しんだり、まあ、病気になったりいろいろあったから、そのすごい私の家族、お父さんからじゃなくて自分のお母さんからとすごい離れてしまったんですね、この間。だからそれを含めて SNS といろんなことはもうすごいメンタルが疲れちゃって、で一回休ませていただきました。で最近がまあ PR の仕事も続けてるんですけど、実はちっちゃいオフ会と撮影会が増えるようにしてたんですね。今までは
なんか芸能界と一緒に入ってるのはやっぱりそういうイメージとか、事務所よりはね、事務所はすごい優しいなんですけど、私の方がすごいコンプレックス、いろんなことをビジネスのことでも考えてるから、イメージとかどうしたらいいのか、これとかとか、すごいもう逆に休み本当か自分が取れないわ、やっぱりそういうところはちょっと日本人っぽくなったかもしれないなんですけど、やっぱりなんかでもさ、一つの分かってたのは、このコロナがなんかあるなのにまだ会いに来てくれる方がいらっしゃる。私は今までは他の外人さんを見て、あ、彼女の方が可愛いな、私はそんなに可愛くないね、あ、私のことも誰も欲しくない、私はもう年を取ってる、私は一人ぼっちだから誰にも好きにならないとか、すっごいもうこのコロナ時期ですっごいコンプレックスが急にが一気にバーって増えてて、でまだまあ直してないわけないけど、自分が人を好きになるよりは自分に好きになるように頑張ってます。だから皆さんにもなんかそういう相談したいなと思ってます。で最後の最後、この12月と11月の有名のコスプレ撮影、鬼滅の刃とデッドリートとか、あとツイステッドワンダーランドとヒップヒップマイとかも、新しいコスプレもできたということは、やっぱりどこかで我慢してよかったなって思ってます。でまだ私は実家とかにもやっぱり帰れない、向こうもロックダウンしてるから帰れないし、たまにホームシックで急に泣いたりとかすっごいあったんですね。やっぱりお父さんと伊藤と会いたいなって思って、やっぱり 100% は元気ってまだ言えないけど、まあ元気、すごい 100% 元気になるために頑張ってます。で自分がその弱いところを見せるのは、今まではすっごい嫌だった。やっぱり見せるのはかっこ悪いなって、自分タイガだからさ、でもタイガもユリコタイガも人間だから、ちょっといいところと悪いところっていうか、いい時期と悪い時期もあるんですよ。だから自分がこういう成長ができた、ちょっと大人っぽくになってたのはすごい嬉しいなんですよ。だから本当最後はね、今年は本当最悪だったんですけど、まあまあまあそこまで悪くなったんじゃないかなと思って、で最後はまた引っ越しします、イエーイ。自分が何が大事かどうかは多分分かってきたと思うので、それでなんか新しい来年もアドベンチャーを楽しみしてます。まあ、早くこの時期が終わってほしいわ、本当終わってほしいんですよ、気も心からもういいやって思うけど、まあ、今年が自分のことはもっと理解してて、でこれから何がしたいとかやっぱりあるんじゃない、いろんな私の友達、すごい大事な友達とか、すごい日本大好きな方でもやっぱり帰っちゃったりとかするんですよ。もうどっちになるんですよね。でもやっぱり私はまだ日本を選んだから、これからまだ何がやりたいのかもうちょっと理解してるから、来年もお楽しみを待っててください。はい、すごい長くに話してしまったんですけど、皆さんが楽しかったですか、いかがでしょうか。で逆に皆さんはどんな年だったんですかってコメントに聞かせてください。で例えばもうちょっと話したいとか、何が私は力になることであればぜひおっしゃってください。あとはその来年はイベントとどこに会えるのはぜひツイッターの方に見てください。あとファンクラブもやってますので、一応なんか入りたいな方はぜひお願いします。はい、で来年までは10万人になったらすっごい嬉しいから、その力を貸していただければありがたいですすごいいいこと、なんかいいことっていうかいいプロジェクトがあるなので、10万人のために、だから早めに行きたいなと思いますので、ぜひ力を尽かして、尽かしてくださいはい、ということでありがとうございました。またね、ちゃうちゃう。